こんにちは、深夜です。今日は山手線回る企画の原宿駅から行きたいと思います。はい、はい、では行きましょう。こっちですか。まず一回竹下でも行ってみようかな。まあ、とりあえず、はい、原宿北からには竹下通りを、まあそうですね、ちょっと10メートルほど歩きましょうか。もう終わってますけど、多分10メートルだと。わ、めっちゃ久々に来たかも。あ、この奥に昔、あ、僕の生写真とか、はい、ありましたよね。違法で売ってたんだけど、はい、僕も来たことありますよ。なんか以前この辺に、はい、なんかリル・アングレーの違法生写真の店とかあったんですけど、違法なんす、違法ですね。来たことあるんですか。ある、ありますね。さすがにもう潰れてました。正月休みだけじゃないですか。もういいか、もういいや。もういいですね。むしろ使わない気がするっす。使います。いや、結構歩きましたね。歩きました。はい。やっぱ線路沿いですね。線路沿い歩くのは。原宿は五反田とかと違って人種がなんか違いますね。違いますね。ちょっとキャピキャピしてます。いろんな色の髪の毛の人がいますね。いますね。今も赤い方いましたね。緑の方もさっき、緑の方いましたね。え、しげさん竹下とか行ってたんですか、一時期。でも2回とか3回ぐらいしか行ったことない。あ、もう人生で。はい。あ、そうなんですね。原宿にそもそも、はい、来ることがない。ああ、まあでも原宿で竹下ぐらいですよね、逆に来るとしたら。いや、でも謎解きの施設が原宿にあるんで、そこはまあ定期的に行ってます。ああ、だいたい謎解きっす。そうです。ここはだから初めて歩くかも。あ、本当ですか。まあでもこっちの方も来ないですよね。もうお店とかもなくなってくるんで。一気にもう寂れたんだけど。あの賑わいは何。あれはもう竹下通りだけです。でも小学校3年ぐらいの時に竹下通り行きましたよ。それが初めてですか。そうです。え、それ修学旅行ですか。いや、普通の家族旅行で。それは何を目的で行ったんですか。いや、東京観光みたいな。ディズニーランドとかも行ったし。で、家族みんなで竹下行ったんですか。そうですよ。その時どこのお店行ったとか覚えてます。なんか原宿って書いた T シャツを買ってもらった。原宿のなかなかすっすよ。見て、これ絶対に人がいらない。3回目ぐらいです。まあでも線路沿いはやっぱこうなってるんですね。もう分かりました。これで結構雪がまだ積もってます。雪ありますね。昨日大雪でしたからね。でも五反田とか目黒はなかったですね。なかったんですか。雪なかったじゃないですか、歩いても。まあちょっと溶けた。あ、そういうことか。いきなり原宿から急に雪が現れましたね。まだその設定続いてるんですね。同じ日に撮ってる設定が。ちょっと待って、これ何、駅じゃないのこれ。これ元駅かもしれないです。え、どう見ても駅ですよ、ね、これが元駅か。でもこれ線路沿いじゃなくなって、これ何。うわ、全く見れない。見えないですね。絶対もう人が入らせないようにしてるじゃん。やっぱ入る人いるんだね。僕みたいに入ろうと思う人が後を絶たないですね。多分そうかもしれないです。いや、もう厳重すぎ。何これ。うわ、古めかしい街灯がある。あ、本当だ。これ歩道かな。これ歩道かもしれないですね。いや、これも敷地なんじゃないですか。え、みんな通ってないです。あ、見て、ここチャンス。あ、本当だ。あ、でも見て、奥になんかあるんです。隠れてる、あの針が。トラップだ、これ。トラップ。本当だ。
チャンスと思って入った人を一網打尽にする罠が。この木すげえ樹齢1000年ぐらいあるんじゃない。いやそんなないわかんないですけど。え待って、はい、どうしました。クリスマスツリーがあるよ。何月今。今1月初旬です。タイムスリップしてる。いやしてないです、ただしまい忘れてるだけです。子供が邪魔して通れない。邪魔とか言っちゃう。雪かきです。あでもこれ結構滑るんで気をつけてください。マジでやば、すみません。うわめっちゃ滑る。危な、危な、めっちゃ滑る。マジで滑る。道の邪魔してると思ったらいい子たちでした。そうですね、あれめっちゃ滑ったっす。藤枝くんは滑ってもいいからカメラだけは死守してください。いやいや僕の体もちょっと心配してほしいんですけど。藤枝くんは元気っ子なんで。あ、まあそうですね、大丈夫です、そこは任せてください。カラスに襲われても平気な、はい、平気ではないです、脱ぎました。見て、あ不思議な穴。いや別にこれ遊んだだけじゃないですか。え何かがいた。いや多分普通に遊んだだけだと思うんですけど。お多すぎない。全部のメーターがここに集約してます。え普通のマンションこうなの。いやみんなこんな剥き出しになってんのあんまないかもしれないですね。確かに。あ恒例の自販機来ましたよ。これしか見ないもん本当に。しょうがなくいつもこれ買ってるけどこれしか見ない。どういうことですか。街中これしかない。いやそんなことないですけど、確かに信也さんそれよく飲んでるイメージあります。もうしょうがなく買ってるから。ううう、誰かが覗いてる。怖っ。いやそんなそんな別に信也さん言うほどじゃないんですけどね。信也さんの声が怖いです。原宿怖いっすね。いや別に怖くないっすよ。うわお急にニューヨークになった。ニューヨークじゃないっす。あれはあれ何なんですかね。ちょっと待って、あの人たち、はい、この道通さないぞってやってるみたい。いや違うです、普通に交通整備です。おあ自販機だ。これもある。これも飲んだことあります。よくある、これはあんま見ない気がします、まあ、さっきのよりは見ないけど。うわちょっとめっちゃ見たいけど行きづらい。なんで行きづらいですか。こうなんか人のほら学校関係者以外立ち入り禁止じゃん。あこれ学校なんすね。うわあそこに絶対珍しいのあった。ありそうでしたね。わここはどっちに行けばいいんだ。これまっすぐ行きましょうよ、やっぱり。行けるかな。一応線路は左にあるんで。うん。あ。なんですか。もう怖くて行けないこっち。止まり。あ、行き止まり。え。車が行き止まりってことか。行くだけ行ってみましょうか。え。緑すぎない。確かに。これは会社さんですね。どっか。あ、行き止まりだ。うわー、騙された。騙されたって書いてありましたよ。騙されたよ。うわー。完全に人も全然入れないです。うわー見て。嘲笑ってるうちらを。本当だ。戻りましょうか。ついにここまでか。いやいやここまでじゃないです。今までも全然それてるです。やっぱあいつの言うことをちゃんと聞いとけばよかった。そうですね。あの大通り明治通りなんですよ多分。素人の使いがちな。いや。まあそうですね。え見て。
こんなとこにガチャガチャが。本当だ。何これ、え、見て、栃木土産。本当だ。え、なんかすごいですね、こっちは。あ、これあのドラム周りを走らなかったトーマスやん。みんなそれ見てるんですかね。え、なんで栃木土産が。あの JR の会社っぽいですね。ほら、もうあこれしか置いてないからも。自転車屋だ。見て、全部30万近くするよ、これ。高っ。土屋さん、自転車乗ります？いや、乗らないですね、さすがに。前はずっと電動自転車乗ってたけど。あ、そうなんですね。はい。今はもう乗ってないですか？今は、うちのドアの前にずっと置いてます。あ、確かにあるかもしれないです。お、日本語学校だって。学校良くないですか？藤枝くん、どこで日本語覚えたんですか？いや、僕どこ生まれですか？あ、ここ何知ってんの？僕スタジオ結構入ってましたね。え、三浦に？三浦じゃないです。三浦は何ですか？三浦は多分学校じゃないですか？三浦アイムの学校ですか？三浦アイムの学校じゃないです。あ、ここだったのに、スタジオ。え、どこ？ここに入ってたの？ここに入ってました。で、ここがもうめっちゃ安で、しびれ走るの頃。そうです。で、深夜ここでいつもプリプロとかしてたんです。お、ついに線路沿い来た。線路沿いでもう代々木っすね。もうさっきのスタジオで僕分かりました。あ、え、誰隠れてるっすね、なんか。え、え、あ、なんかでっかい、これだ。え、ちょっと待って、これ法務局。法務局だ。 JR じゃないんだ。え、法務局もついに手を出したの、これに。何手出したんですか？何これ。え、これも法務局やん。本当だ。見て、僕を指してる。いや、だからそれ信也さんが今そこに行ったからっす。怖っ。え、何これ。あ、いっぱいある。え、何、いっぱいある。え、レーザーが出てんじゃないのこれ。怖いっす。めっちゃ緑のとこに。で、これ多分明治神宮なんですよ。あ、これが噂の、はい、この辺で撮っとこうかな、サムネ。あ、いいっすね。行きます。ちょっと待って、撮影されてるんだけど、あっちから。いや、これあれです、なんか地形とかのやつ、業者の人です。危ない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 。めっちゃ滑ってるやん。危ない、マジで危ない。藤枝くんは滑ってもカメラだけは死守してる。ほら見て、もう絶対これなんですよ。本当だ。ほら見て。あ、本当だ。もうこの2個しかない、日本には。そうね、ゴーゴーってやるっす。あ、もう見えました、 JR。 どれどれどれ。お、もう駅じゃん。もう駅です。うわ、今金かけた。ウーバーイーツに。ウーバーイーツじゃないです。あ、着きました。はい、ついに代々木駅に到着しました。はい、着きました。何分ぐらいかかりましたか？42分です。結構遠かったですね、原宿から。遠く感じましたね。というわけで、次回はこの代々木からお送りしたいと思います。はい、さよなら。